どうも皆さん、ペペシペです。やあやあ、マリサだぜ。今回は去年のイベントで入手できた単方針プーマ使っていくよ。お前前回の動画で確率冗談消えたとか、あれどうなったんだよ。あれツイッターで流れていたものを信じていただけや、確率冗談じゃなくて砲弾の貫徹力の変更が正しいのかな。視聴者さん変なこと言ってすまそ。軽い謝罪だな。で、すでに1キルしてるけど普通のプーマで1キルしただけやで。なお1キルした瞬間に蒸発しました。だって、普通のプーマ RB だと砲弾旋回くっそ遅いんやもん。それなら動き回ればいいと思うんだけどな。ほんまそれや。そこで私は思ったんですよ。回転する砲弾じゃなくてもう固定砲弾使っちゃえばいいじゃないかと。細速い単方針3号みたいなもんか。ただこいつ操作に癖がかなりあって、コーナー時にカウンター当ててあげないとちゃんと曲がらないのよね。要は常時ドリフト状態ってことか。そそ、でもそれさえ慣れてしまえば普通に扱いやすい車両だとは思うよ。裏取り、電撃戦なんでもこなせそうだな。低ランクは一気に攻めることもあるからその抑制にもなるよ。砲塔は BR1.7 なのに初期4号戦車と同じだからかなり強い。弾薬も100ミリ貫通の HEAT 弾あるから OP すぎる気もするけどな。当てたら基本ワンパンだね。ただ欠点はリロード速度が若干遅いぐらい。先手必勝すれば勝ち確車両ってことだな。そういうこと。本当ならチェンタウロみたいな砲塔欲しいんだけどね。敵がこっち走り込んでますな。よりによってこんな見つけられやすいところで敵に会いたくないからとりあえず隠れなきゃ。このテントに隠れたのはいいけどさっきの M5A1 通り過ぎないな。B 拠点側ルートで来ないで遠回りしているんじゃないか。あ、やべ、テント壊れちゃった。何してるんですかねー。こんなところにいてもしょうがないから集散と合流しよう。こっちに来るんじゃねえ。ヌーブが映るだろ。糸ひどし。とりあえず敵リス側の方に上がってきてさっきの M5A1 探してるけど全く見つけられん。最近高ランクばかりだから目が慣れてないのかな。高ランクの戦闘でもマップによって小さいと思うんだけどな。そんなこと言ってたら正面にいたわ。低走行に HEAT はオーバーキルやな。気持ちいい。はい、こちらペペシペ。こちら周2機、さっき見逃していた M5A1 リスの方にいるで。了解、さっきプーマ使ってやられたお返しをせねばな。さあってどこにいるかな。アメリカ系戦車ならもっと奥側に行ってそうだけどな。あいつら早いしな。いたな。距離どれぐらいなんだろうか。300ぐらいに合わせて撃ってみますか。ちょっと下すぎたな。距離400ぐらいで当たるで。先に行ってよ。え、やだよ、キルとられたくないもん。私は A 拠点で暴れてまして。敵リスに大量には来まくってる。キル祭りや。え、ちょ、参加させて。私もそっちに行けばよかった。あなたは A 拠点で暴れ回ってたでしょ。それや。はい、1キル。オラのキルをよこせー。ただ見ているだけで草。わ、私だってやると。はい、2キル。やるときがなんだって。正面からなんか来た。お、そいつをもらおうじゃないか。はい、3キル。お前ただのお供え物じゃねえか。そ、それなら次リスしてきた敵をワンパンしちゃいますよ。これで敵だぞ。むしろ帰る気になる未来かねえ。失礼な軍隊やな。失礼も何も全くキルできてないじゃない。よし、あの岩場から出てきたらワンパンしちゃうぜ。これでだぞ。え、ちょ、早い早い。もうやだ。ペペシュニキが見逃してから敵出てこなくなっちゃったんだけど、と思ったらいたわ。爆殺。え、わしが爆殺したんやが。つ、正面から撃たれてたな。さっき見逃した T28 じゃねえか。はい、ってことで2戦目開始。いやさっきの試合中キルとかうますぎますわ。私は6キル取れたからそこそこですな。わ、私は3キル取れたから多少は。ね。え、マジ3キル。キモい。低ランクで3キルが許されるのは小学生までだよね。ギャハハハハ。どいひー。2戦目からはユトさんが参戦して4人分隊になっとるで。仕方ねえから来たんだ。足引っ張んじゃねえぞ。新しく来た人にすらこんな扱いされて嬉しそうだな。暴言を吐かれて強くなるとか尊敬するわ。メンタル鋼鉄の壁って感じ。傷ついていないわけじゃないからね。A 拠点側には味方が集中しているから裏取りする敵を警戒するルートで行ってマフ。やべ、右側に敵戦車おるで。行動見てなんとなく察してた。あ、やべ、ワンパンできなかった。なら私がいただいちゃいますかね。おいしゅうございました。ハイエナや。さて敵の側面取れるようなところに来たけどどうかな。こちら、ペペシペ。こちらR2機、そっちにアメリカ系戦車行ってるで。え、ちょ、真後ろにいるじゃねえか。全速で加速してからの、ターン。あ、やべ、引っかかった。その間に私だけがボコボコにしてるで。わーい、私も混ぜてー。キルは渡さんぞ。私のものだ、私のものだ、私のごちうま。なんだこのハイエナ動画は。リスから側面取りする相手を止めているところです。交代速度が速くてヒット&アウェイやりやすい。今何か通らなかったか。キューポラだけ見えたけどなんだろな。車高の低さ的に駆逐戦車ポインだよな。
よしこっち警戒しないで出てきそうだな。さすがにあれは迂闊すぎるな。そこの左側に敵がいるんだよな。砲塔旋回がない時の悩みがこれだな。こちら、ペペスペ。こちら言うと、私が側面から攻め込んでるで。ならこっちは兵と集めるような動きしますかね。と言ってももう敵の背後にいるんだけどね。なら周り警戒するかな。はははは、はさすがプーマ、早っ。ああ、敵の兵と集めすぎた。あいつはいいやつだったよ。自分の身を犠牲に私たちを救ってくれるなんて。バッチしたユートさんに敬礼。まだリスできるからね。ユートさんの仇はもろうたで。仇じゃなくてキルが欲しかったんでしょ。当たり前だろ。分隊すら踏み台にしていくスタイル。A 拠点を攻めていた味方が敵リスの前でうろちょろし始めたな。何かが爆速で前通り過ぎていったぞ。これ当たるかな。外れたな。さすがに DT シリーズ早すぎんだよなぁ。と思ったら、炎上しながら突っ込んできてくれるとはありがたみ。せめてキルだけ欲しかったんだろうな。ちょ、発砲炎で全然見えない。よく当てたな。これは一年に一度のミラクルショットだな。だんだん敵リス前にいた味方が溶け始めてるなぁ。何かいるのか。アメリカ系戦車だな。包囲しているのになんで抜けているんだ。A ランクは作敵ガッバガバやした昭和。ね、おかげでお前がキルできるんだからぐちぐち言ってんじゃねえよ。見逃した敵をありがたくむさぼれクソまんじゅう。なんで私攻められてるの。なかなか敵が諦めてくれませんな。気がついたら前線の味方がほぼ溶けてるぞ。ほんまや、とりあえずそこにいる敵を倒さねば。前線にいるの私とペペシュニチだけだけど、そろそろ飛行かな。 A 拠点の味方すらいなくなり始めたしね。私は航空機で監視してるよ。味方が少なくなってきてるから、私も狙う位置をそろそろ変えるかな。こちら、ペペスペ。こちらシューミキ、C 拠点方面に敵が向かっているで。了解、この辺で待って敵が来るの早すぎ。やべえ、動きだけ止めただけだ。リロード間に合うだろ。それや、これで7キルだからペペスペ満足。せめて週3でしょ。気を抜いたから倒されたんだよ。満身ダメ絶対。じゃけんその敵を私がもらいますね。その後チケット勝ちで終了。てことで、慣れてしまうと意外に使いやすい単方針プーマでした。本来ならば超方針プーマ欲しかったんだけど、またイベントで入手できる機会には確実に欲しいかな。IS7 の時に入手できた以来見てないから、今年の夏にワンチャンありそうだな。私は両方持っていないから未用入してねば。私は超方針だけやね。そういえば次のアップデートどう思う？ランク7の実装だっけ？これからの WT どうなるんやろな。経験値も変わるらしいから今のうちにある程度作らなきゃな。私は課金74式買って進めようかな。てことで今回はここまで。チャンネル登録、高評価お願いします。チャンネル登録、高評価でうつ主のやる気が上がりますのでよろしくお願いします。では、さよなら。